のりむねは、福岡一文字派の祖で、微前国の投稿であり、のりむねが制作した一連の日本刀の総称でもある。のりむねの流派は、福岡一文字、あるいは、福岡一文字派をさらに分け、小一文字と分類する人もある。のりむねは、鎌倉時代に、後鳥羽上皇の五番単夜中の第一に位したと伝えられる。 言葉上皇が五番単屋に担当させ、自らが焼き入れした刀については、菊一文字、五所焼き、菊五作と呼ばれ、それにちなんで、五番単屋筆頭であった、のりむね自身も一般には、菊一文字、菊一文字のりむねの名で知られる。波紋は、自家人帳の、こみだれ葉を焼き、小備前の面向きがあるが中には古風の互いの目長子を、 薬波紋も存在する。姿は、平安時代の刀剣とあまり異ならず、細身で大変優雅な立ち姿である。銘は、のりむねと、細高ねで二字のみ切る。茎は、木島田型形となることが多い。一の銘を茎に切ったので、福岡一文字という。昇進の在名品は、極めて少なく、行物、国宝、重要文化財に指定されている刀剣を、 はじめごく少数しか現存しない。国宝、重要文化財指定物件は、以下の通り。後鳥羽上皇は、諸国の名刀工を招いて、臨番製の五番単屋として召し抱えて刀を鍛えさせ、自らも焼き場をしたと伝えられる。これらの刀は、後鳥羽上皇が定めた行為の門である十六弁の、菊門の命が入れられていた。 これらの刀は五番単屋の出身流派から一文字派の特徴を持つ刀が多かったため、菊一文字と称されるようになった。のりねは五番単屋の筆頭であった。ただしあくまで称されたのであって、菊一文字という名の刀は存在しない。また、のりねの刀を含んだ鎌倉旗の刀の中に聞くと、一の名が並べられて彫られたものは現存しない。現存する菊と、 一の銘が並べられて彫られた刀は、江戸時代の刀工の作のものであり、美前国一文字派の作にも、菊家門を毛彫りをしたものが、稀にあるが、これらの銘は、菊一文字ではないし、一般的には、菊一文字とも称されない。作刀が禁止された、明治以降、刀商から料理用、刀商用、聖火園芸用の諸刃物を製造する。 株式会社菊一文字として創業した。菊一文字を屋号、丹夜を象徴する靴輪印を門として商標登録し、現在、京都市中京区三条通り河原町に本店を持つ。支店として東京店を持ち、本店、支店ともに爪切りから日本刀まで幅広い刃物を扱っている。他方、伊勢。 二味にも、明治創業の、菊一文字のリムネ本店、支店があるが、商標が異なる。ありがとうございます。